皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。始まりましたよ、この森谷ドラムスクール YouTube 講放送室ということで始まったんですけども、なんか放送室ってなんかね、こう成り行きで、あ、ドラムスクール YouTube 講の放送室やなっていうことで成り行きでつけたんですけど、よう考えたらダウンタウンの松本人志さんがね、まっちゃんが放送室っていうラジオをやっておられたんですけど、なんかそれを丸パクリしてるみたいで嫌やなと思いながら、ちょっと名前を変えたいなと思いながら、まあでもそれでもやっていこうかなということで、やっていきます。先日ですね、お笑いライブをね見に行ったんですよ。なんか本当にね、ちっちゃいバーみたいなところで、お笑い芸人の善次郎さんっていう方が主催されている、まあ、ちっちゃいお笑いイベントで、殴られ屋健二さんがね出演するということで、見に行ったんですね。まあ、殴られ屋健二さんといえばね、なんか朝倉未来選手とコラボされたりとかですね、安保ルキア選手とねコラボされたりとか、なんか格闘技界の、YouTubeではもうかなりね、あの人気な方なんですが、実はこのケンジさんというのがあのお笑い芸人の方でして、で、この日はね、殴られ屋ケンジさんではなく、お笑い芸人ケンジを見に行ったというね感じだったんですね。そうで、まあそのまあ僕自身もね、結構ナンバグランド花月みたいな、なんか大きいステージでお笑いを見に行ったことはあるんですけど、なんかいわゆるなんかライブハウスのようなというか、こうインディーズというか、なんかそういうこう小規模のお笑いっていうのを見に行くのが初めてだったんで、まあ結構なんかね、勉強になることとか気づくことがたくさんあったなと思ったんで、まあ今回このラジオでね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。ね、まあ僕たちはドラマーなんで、まあミュージシャンなんで、まあステージに立つ時に楽器をね演奏したりとかするんですけど、お笑い芸人の方ってマイク1本だけでね、皆さんがこういっぱいお客さんが見てる中でマイク1本だけ渡されてね、こう5分間喋ってみろみたいな、面白いこと言えみたいな状況なんで、まあ、よくよく考えてすごい状況だなと思いますかね。うん、まあ僕セミナーとかしたりとかして、まあ最近では人前で喋ることも、まあ、ちょくちょく増えてきたんですけど、ね、なんか、人前で喋ること全然慣れてなかった時とかは、なんか、人前で立った時に頭真っ白になって、なんか10秒ぐらい、こう、黙り込んでしまったのとかもあったりとかして、もうね、何も言葉出なくなったりとかして、そうそうそう。だからもうそれぐらいなんかね、やっぱ人前で喋ることって、なかなかやっぱ怖いことなんですけど、なんかお笑い芸人というか芸人の方ってね、それをなりわいにされてるというか、なんかすごいなと思いますよね。そう。でもね、その話してる内容で言うと、別になんかそんな大したこと喋ってないんですよ。大したこと喋ってないって言うと、なんか語弊があるんですけど、ね、なんかその芸人さんがその時に喋っておられたネタとして、なんかその車乗ってたら目の前にそのバイクのチームみたいなのがこう突如現れて、なんかブンブンブンって走ってるみたいな。ほんで、なんかその光景と、なんか今自分の車の中でかかっている BGM がなんか見事にリンクされてみたいな。そう、なんかすごいこう映画みたいになったみたいな。なんかそういう、なんか別によくあるような話を、その5分間の間になんかこう面白おかしくというか、ね、なんか物語を加えてお話をされてたんで、すごいなと思いましたね。別にね、普通の僕たちだったら、絶対スルーしそうな話を、ああ、まあこれ使えそうかな、あれ使えそうかなっていうことで、ね、常にこうアンテナを張って、こうされているというようなことで言うと、なんかすごいなと思いましたね。はい。で、まあ結構8人、ぐらいね、芸人さんが出ておられたんですけど、その話術の中でというか、その話芸の中で、なんか引き込まれる話と引き込まれない話っていうのがあったんですね。やっぱその8人ぐらい出ておられるとね。そう。で、まあ、めちゃめちゃ素人ながらなんですけど、なんかその引き込まれる人の話と、引き込まれない話の違いってなんなんやろなって思いながらちょっと聞いてたんですよ。なんかこの人の話はなんかすごいこう頭の中で映像が流れて、なんかすごいこう世界観があるなみたいな。そう。でもなんか引き込まれない人の話ってやっぱなかなか頑張って頭でイメージしようとしてもなかなかこう入ってこない。そう。なんかその違いって一体何なんやろなっていうのを、まあ、自分なりにちょっと分析したんですけど、それこそ善次郎さんって多分50歳を超えてる、まあベテランの芸人さんなんですけど、なんか善次郎さんの話ですごく引き込まれたんですよ。なんか本当に話を聞いてるんやけども、なんか頭の中に映像が流れて、なんか映画見てるみたいな、なんかそんな感じの印象があって、
で、なんかなんでなんやろなって思って見てた時に、その善次郎さんの話し方は、緩急があるんですね。やっぱその、大きな声で喋る時とちっちゃな声で喋る時とか、あと早口で喋る時とか、そのゆっくりで喋る時とか、なんかそういうその喋りの中でもその緩急がものすごく大きくあるっていうことがまあ一つと、あとやっぱ喋りのテンポですよね。なんかあのリズムがすごくいいというか、もう単純にその喋ってるこの喋りのリズムがすごくいいという感じですね。だからその聞いてて心地いいというか、気持ちいいというか、乗れるというか、なんかそんな感じなんですよ。そうで、まあそのテンポがあって、喋りにテンポがあってリズムがいいので、でやっぱ喋っていない、そのあえて間を作られたりとかもしてたんですけど、その間を作ってるところにもリズムを感じるみたいな、なんかそんな感じだったんですね。そうで、なんか若手芸人さん、そうなかなかそのね、話がこう頭に入ってこない若手芸人さん失礼なんですけどね、こんなこと言うとね、そうのことを見てると、やっぱね、一生懸命喋るので音量がずっと一緒なんですよね。その言ったらずっと頑張って喋ってる状態というか、音量がずっと一緒な感じで、でやはりその早口というか、まあ、意図的に早口にされてる方とかもいると思うんですけど、やはりそのずっと早口な感じで音量がずっと一緒で、そうだから緩急がない状態なのかな、緩急がない状態 で一生懸命喋ってるので、喋りが途切れたりとか、リズムが途切れてしまう時があったりとか、なんかそういうこうものをすごく感じました。そう、若手芸人さんとその善次郎さんの違いで言うと、喋りの技術的なことというか、ではまあそういうね、緩急があったりとか、ね、大きく喋るところ、ちっちゃく喋るところがあったりとか、早く喋るところ、ゆっくり喋るところとか、なんかそういうこの緩急とか、あと喋りのテンポ、まあ、リズムがいいとか、その間が喋ってない間でもちゃんとリズムを感じるみたいな、なんかそういうその喋りの技術的なこともそうやし、なんかやっぱストーリー性というか、その喋りのストーリー性も、やはりその喋りが上手い人っていうのは、何でしょう、そのまあ聞いてる人の頭の中にその映像を流すことができると思うんですね。そうで、なんかその聞き手の頭の中にやっぱ映像を流すためには、聞き手の知っている、まあ、その記憶の中にあるものとやっぱ結びつけなきゃいけないと思うんですね。だからその聞いてる人が知ってる言葉とか、聞いてる人が体験してることとかっていうことを、なんかやっぱうまく結びつけれると、頭の中に、その人の頭の中に映像が流れて、こう自分の中の映像と相手の中の頭の映像を共有して引き込まれるのかなっていうような印象があったんですよ。だからね、結構善次郎さんはなんか分かりやすい言葉で、分かりやすい表現で、やっぱ顔とか表情とか、まあ、声のトーンとかね、なんかそういうことでなんか伝えて、なんか分かりやすく使えて、頭の中でその映像を流せれるようにしていたのかなという、なんかそういう発見がありました。若手芸人さんの場合はやっぱりね、あの一生懸命喋っておられて、早口で、で説明をたくさんされてた感じだったんですよ。その物語のね、説明をすごくたくさんされてたので、情報がやっぱ大きくなりすぎて、頭の中で映像が流れず、なんかこうこっちが頭の中でこうストーリーを組み立てていきながらみたいな感じの感覚になってたのかなみたいな偉そうにすいませんそうそうそう、まあなぜそんな分析をしてたのかというと、まあ僕も言ったらそのドラム講師、ドラマーでありドラム講師なんで、やっぱりその喋ることってすごく大事だなと思ってるんですよ。わかりやすく伝えてとか、楽しくセミナーとかでも、まあ、2時間喋ったりするんで、だから2時間そのわかりやすく楽しく飽きさせないようにするためにはどうしたらいいかなっていうのを、このラジオもそうですけど、割となんかこの喋ることについては結構ね、意識してるというか、なんですよね。そうなんですよ。だからまあその点では結構勉強になったこともあったし、でドラムの演奏でも使えることやなと思ったんですね、これってね。そうだから僕も結構よくあるんですけど、手数を多くしちゃってね、その間を埋めようとしたりとか、やっぱりずっと同じ音量で演奏してしまったりとかね。そうで、うまいと思われるように難しいフィルとか、フレーズをやろうとするとか、そうっていうよりも、なんか上手い人の演奏っていうのは、なんかシンプルな8ビートでもやっぱすごく上手に感じるとか、なんかこうリズムのダイナミクスというかね、その大きな音とかちっちゃい音とか、の音の使い分けが上手であったりするし、その早く叩くところ、遅く叩くところもなんかやっぱすごく丁寧だと思うんですよね。でなんか間があっても、その
叩かない間があっても、その間もちゃんとリズムがあって、間も気持ちいいみたいな、なんかそういう感じだと思うんですよ。そうだから結構ね、ドラムの演奏でもこの喋ることって表現することなんで、だからドラムの演奏でもね、なんかこういうのって使えることだなと思って、なんかこういうちょっとラジオで僕のお笑いライブを見て発見したことをちょっと共有させていただこうかなと思います。まあでもね、こういうことを、自分のその演奏とか、まあ、喋りとかにアウトプットするときって、やっぱりね、その一気に全部やろうとすると、やっぱうまくいかないんですよね。そう。だから、一つずつ、これやったらできそうっていうことを、まずやっていくのが大切なのかなと思うんですよ。そう。だから、僕がこのお笑いライブを見て、まあ、気づいたことですかね。お笑いライブを見て、まあ、その喋りに緩急があると。大きく喋るところと、ちっちゃく喋るところの緩急があるっていうことだったんで、じゃあ自分がその喋って人に伝えるときは、人に伝えたいときは、あえてゆっくり喋ってみようとか、あえて音量を大きくしてみようとか、なんかそういう感じで、ちょっとこの部分だけ、ちょっと応用してみようみたいな感じで、まあ一つずつクリアしていくと、まあ結構ね、なんか自分の演奏とか、自分の喋りにも、なんかうまくアウトプットされるのかなっていうのは思うので、そう。だから、もしね、皆さんが、他の人の演奏を見てとか、人の、まあ、何かを見て気づいたところがあって、で、自分なりにアウトプットするときに、一応それを全てメモしておいて、自分で、この気づいたことを一応メモしておいて、で、自分自身でアウトプットするところっていうのを、順番に、一気に全部やろうとするんじゃなくて、順番にやっていったら、いずれかは全部できるようになると思うんですね。そう。一気に全部やろうとすると、結局何も手につかないっていうことにもなるんで、一つずつクリアしていけたら、1年後に全部できるようになったりすることもあると思うんで、はい。もしね、何かをチャレンジするとき、自分なりにアウトプットするときは、そういう風にしていったらいいんじゃないかなと。まあ僕は実際そういう風にしてますというようなお話をさせていただきます。はい。そんなことで、ぜひお笑いライブ見に行ってください。はい。僕もまたそういうインディーズのね、ちっちゃい、お笑いライブとかちょっとまた見に行って、いろんな気づきを得たいなと思ってます。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。